はい、おはようございます。釣り子 TV です。いよいよトップウォーターシーズン到来っていうことで、トップウォーターのルアー一つ買ってきてみました。これシャワーブローズのですね、ビッグママ、結構どうですか、でっかいんですけど、まあ自分手とか短い方ですけどね、それにしたってこうはみ出るぐらいの、両手で抱えなきゃいけないぐらいの非常に大きな、エバーグリーンのペンシルベイト、まあペンシルなのかな、口がちょっと開いているんで、まあ本当昔のルアーからはあるんですけどね、最近この手のルアー出してるのエバーグリーンだけだと思うんで、あとはヤマト OSP とかもこのジャンルになるんですかね、口にちょっとしたカップがついていて、でもポッパーではないよっていう、こう細長いシルエットのこの手の形の、まあまあ簡単に言うとペンシルベイトっていうことで、これを入りきらないぐらい長いですね、買ってきてみたんで早速開けてみたいと思います。で価格は2200円、結構高めですよね。まあそうなくすもんではないんで、いいかなと、でもまあ結構高級なルアーじゃないかなと思います。それでは早速開けていきたいと思います。こんな感じで、はい、うおー、ずっしり重量感がありますね。こう、これはやかましそうな、ドッグウォーク刺したらいいですね。このゴトゴト音が重低音サウンドで仕込まれております。で針が危なくないように、こうボディに傷がつかないように収まえられてますね。これはゴムを取って、はい、こんな感じでございます。まずは口がこんなカップですね。ポッパーっていうよりほんとスプラッシュを前に出すような、そういった作りですかね。下の方が開いていて、でサイドがこう水をちょっとグッと掴むような形状になっていて、上側がストーンとちょっと開いているということなんで、スプラッシュがパッパッパッって出るような感じで、ちょっとしたポップ音も期待できますかね。で結構大きなギョロリとした目玉がついていて、で後ろには名前が書いてありますね。シャワーブローズビッグママって書いてありますね。でびっくりマークもついておりますんで、これはでかいの行くぞっていう意気込みが感じられるタイトル、名前が書いてあって、で腹側がこんな感じのダズラー塗装っていうんですかね、こんな感じの塗装が施されているのを買ってみました。色がですね、これがベイビーギル、結構まだ発売したばっかだったみたいで、いろいろな色を選べたんですけども、こういったフラッシング効果も期待して、キラキラの側面があるベイビーギルというカラーを買ってみました。で針がめちゃくちゃ丈夫そうな針が1、2、最後3個目、あーでティンセルも一緒に、フェザーと一緒に巻かれている、非常にかっちょいい針がついてますね。これエバーグリーンの専用フックですかね。もう危険なぐらいの針先の刺さりの感じがありまして、はい、でお尻の方に行くに従って太くなっているっていうことで、でペンシルベイトだからもちろん重りも多分後ろ寄りの方に、ここら辺にゴトゴトした感じがあるんで、ここら辺に重り仕込まれてると思うんですけども、この形状で後ろがこんな感じでもっこりしていて、めちゃくちゃ飛びそうですね。まずこれはおかっぱりとかでも一個隠し持っていたら、あーボートじゃないと届かないよなんていう、めちゃくちゃ沖のボイルなんかにもいやーダーンってこう入るんじゃないかな、なんてそんな、飛距離が非常に期待できるんじゃないかなっていう、そんなボディをしております。で森蔵さん、清水森蔵プロのモードから出てますね。アメリカのトーナメントでも戦い抜くために、開発されたっていう感じじゃないでしょうか。裏にですね、いろいろ説明書きがあるんでちょっと読んでみたいと思います。
こちらがですねシャワーブローズのビッグママでサイズが15センチ、44.5グラム、すごいですね。50グラム切るぐらいの重さがペンシルフェイトである、かなり大ぶりなペンシルフェイトでございます。ビッグフィッシュの闘争本能を煽る規格外の存在感、トップウォーターの資格を排除する圧巻の性能、圧倒的な存在感を放つサイズ&質量のボディがずっしりと水に絡むことで激しいスピット&、バブルを発生し、強烈なラトルサウンドと相まってビッグフィッシュの闘争心に火をつけます。またその巨大さから想像できないクイックターンレスポンスで圧倒的なサイズ&質量のボディを動かし、他のトップウォーターでは手が出せない強い風や波、流れの中においても存在感を放し続けます。ということで、より詳しい解説はエバーグリーン公式ウェブサイトをご覧くださいということなんで、ちょっとリンク探して説明欄とかに貼っておければななんて思うんですけども、詳しい説明はエバーグリーンホームページでということですね。でポイントとしては、まあ、この口のところがまずビル、この特徴的なシャワーブローズのビルがついていて、でフラットサイドボディ、結構フラットですね、なんか四角いスクエアな感じのボディになってるんで、フラットサイドなボディになっております。でファットテールボディ、後ろの方がファットテールになってるよということで、あとトレブルマジックフェザーの2番が後ろについていて、前の服はフェザーのないトレブルマジックの2番、全部2番サイズの針がついておりますということですね。いやー、これどうですか、ちょっと使いどころが想像がつかないんですけど、まあ亀山ダムだいぶボイルの魚が多くなってきたんで、そういったボイルの魚釣るのにトップウォーターで合わせていたのが、今まではあのヤマト OSP とかですかね、あれが似たような感じで弾丸みたいにどんな遠くでボイルしてもスピニングとかで投げるとビヨーンって届くんで、そういったので沖のボートじゃ届かないボイルに合わせていたんですけども、そんな時に放り込んでみたいなというところと、まあ、あと遠距離攻撃ができるっていうことで、まあ横利根川とか霞ヶ浦水系のこう長大で長い永遠に続く護岸の浅マズメとか夕マズメにバヒョーンと遠くに投げてバシャッ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 なんていう感じでやってみようかな。あとは、うん、そうですね、横利根川なんか結構片側の岸でやってると対岸の方でボラを追いかけたボラボイルとかが起こったりして、なかなか食わせのルアーが届かないよなんていう時、届きさえすれば釣れるっていうこと結構ありますからね。そういう時に、これボックスに忍ばせておけば、よしあれで届かせるぞみたいな感じで投げれるのかな。でミディアムヘビーからもうヘビーぐらいのアクションの、6.6 フィートか7フィートぐらいの竿で使ってくださいっていうような感じで書いてあったんで、ちょっと強めのやつでトップウォーターでたるませて出てもすぐ、ラインスラックが巻き取れてフックアップに持ち込めるような道具仕立てがいいのかななんていうふうに思います。あとはですね、秋口のシーバス釣りですね、結構あの以前あったエバーグリーンのアマゾンペンシルとか、ああいう巨大なペンシルベイトが秋のベイトのサイズがこれぐらいの長さになった一時にめちゃくちゃ効く何週間かがあるんで、そういった時にこれ持っていけば結構やかましい感じでドカーン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 つって、水深の深いところからも魚呼び寄せることができるんじゃないかななんて思って、結構そういった海での大きなシーバス狙いのタイミングで活躍するんじゃないかなっていう思いも込めてですね、今回こちら買ってみました。まあまあ色もこんな感じでキラキラしてるんで海の魚にも効くんじゃないかななんていう風に期待しております。というわけで、あとは重さですね、こちら針ついてる重さなのかな、はい、じゃあこちらですね、エバーグリーンのシャワーブローズビッグママ、これの重さは何グラムでしょうか。はい、43.4グラム。やっぱもう50グラム切るぐらいの重さはあるよって、結構もうこれ持ってるだけでずっしりしますんでね、40およそ4グラムぐらいあるっていうことで、非常にボリュームのある
ペンシルベイトでございます。実際に動かしてるところなんかも動画で撮っていければななんて思うんですけどね。何にしろどうでしょうか、なかなかチャンスがあるかないか、まあ、ちょっとボイルのフィッシュに合わせて投げ込みたいなっていうところですけども、果たして今年これで魚釣ることできるんでしょうか。ちょっとですね楽しみな、大ぶりなルアーでございます。というわけでですね、本日はこちらのエバーグリーンから出たですね、モードのシャワーブローズビッグママ、こちらを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。